紫式部の美的情緒と浄土教紫式部が晩年阿弥陀仏の信仰により安心立命を得ていよいよ修道に心がけた様子は式部が日記の終わりに近い情で自ら告白しているから疑いはない。しかしか 私は「源氏物語」や「歌集」の和歌を読んでそれらに含まれている式部の美的情緒の一般にも浄土教的思想の影響がかなりあるように思えるからそれについて述べてみたい。当時の仏教は霊言仏法や儀礼仏法が盛んであったがしかし心の底から 生児の問題について下脱を求める人も少なくなかったそういう人々のためには北家教の信仰と並んで大世救済の浄土教がもてはやされた当時の浄土教は後の法年新蘭の二祖師が整頓した九生千年のものと違い 原始的な多種多様性を持っていて美的情緒的のゆとりのある浄土思想だったもちろん遠征的の来世主義ではあったがそこに文学に与えたかなり良きものがあった浄土思想は最善最美の極楽を理想とする理想郷極楽の いかかにしびしみをなるか「浄土三部教の口を極めて解くところである」「七重の乱順七宝の池金銀瑠璃の回廊地中の蓮華大きさ車輪のごとく青き色には青き光あり白き色には白き光あり」 ホーラ網を吹き動かす風は微妙の音を出し「水鳥樹林年俸年草など「象形こそロマンチシズムの流れの源泉である」「式部が描破した人事風物上に何ほどかずつこの理想美の光栄を反映せしめなかったものがあるか」 また浄土教は現実を余すところなく点検してみせる。三部教中、五つの通、五つの章などという人間句の的確なる描写を見よ。式部がこの教義に直接に照らされ、現実と理想に距離を感じれば感じるほど、 人生の複雑矛盾を発見したことであったろう。嘆きの深さは志願と悲願との距離の幅より来たる。美しさは理想を望んだ甲骨より来たる。この高揚した観点より現実を望み上等から放たれたる目によって世俗の世界を望む。 ここれこそ気品のああるるリアリアズムである「夢にあらずうつつにあらず式部の絶えなる筆のさえは現実と超現実とをかけ渡すタイムの虹の端のプロムナードから来たる」「る式部における浄土思想の影響は天国と地獄とに あれほど人生の実感をうずめたダンテにおける中世紀の進学にも非すべきものと思う。